おはようございます。7月19日朝の浅草です。昨日の FPV を撮ってみたんですけれど、結構な、動画の素材をカットしまくりまして、理由がですね、FPV もなんかよくよく見るとモードが2つあって、FPV って書いてある方だけをやったんですよね。で、そうするとチリ塔がそのまま体傾けた時に動くようになったんですけど、水平維持の機能がオフになっちゃったんで、なんかもう一個の FPV の多分水平維持がオンになるバージョンの方が本当は見やすかったんじゃないかっていう、昨日の方が例えばこうアグレッシブな FPV は撮りやすいんですけど、ちょっと散歩には向いてないかなって感じだったんで結構カットしちゃいましたと。まあなんかなんとなく FPV の機能が分かりつつ、もう一個の方試したいなと思うんですけど、とりあえず朝ごはん食べていきます。ということで有楽町まで移動してきましたが、ちょっと先日撮影をしに行ったビジョンプロパーティーのテクノエッジさんの方に納品する動画の方ですね、誤植があったので急いでちょっとそこを編集し直して、もうなんかほんとちょびっと編集だったんで、ちょっと人が少ない銀座線の車内のところで、駅のところでパパッと修正して、今 iPhone でアップロードしているところです。いやー、ちょっとやっぱり動画編集普段あんまりやってない、テロップとか入れるとミスがあるなと、なんか痛感したところです。はい、伊藤斎さんが気づいてくれたので大変助かりました。さあ、もうすでに昼の2時の国際フォーラムです。ランチタイムをちょっと外しまして、ランチを取ろうかと思います。今日の夕方も会議が入っていて、なんだかんだ家に帰るのは終電なんじゃないかなと、終電の特急で帰るんじゃないかなと思っているところです。本当は泊まっていきたいところなんですけど、そこまで行っちゃうと、ただ多分ちょっと急ぎの納品物があって、その作業をするために土日、仕事をする可能性があり、その場合は多分家でやった方が多分その作業早く済みそうなんで、ちょっとその関係で今日家に帰らなきゃいけないんじゃないかと、あとついでに着替えも何もないので、なんかそんな状況です。なのでちょっとお昼休憩でご飯を食べながら、ついでにちょっとめちゃくちゃいい天気なんで、この有楽町のビル街を写真に収めておきたいと思います。ただいま三軒茶屋です、ね、さっきまでいろいろ会議してて、ちょっと土日の仕事が確定したので、その前に英気を失うたびに上村食堂に行きます。しかもこれが土日一回家に帰って仕事してまた東京に来るんで、なんとも過密スケジュールな感じになっておりますが、まあその本当にその直前の休憩ということで上村食堂でご飯食べてきます。そこまで暑くないんですけど、ちょっと湿度高いかなって感じ。空もずっと曇りのままでーす。暑い中ありがとうございます。そう、これ完璧、なんか自然な形だし。そうなんです、これ目に見えるし。そうなんです、まあ、みぞおちら辺にちょうどカメラの頭があってっていう、こんな感じです。でもう一個の FPV モードは昨日やった感じ、なんか
結構あの激しいアクション系の動きだといい具合に映るんですけど、多分散歩だとあの何ですかね、体が傾きすぎてちょっと多分撮ってて気持ち悪くなる、だから見てて気持ち悪くなるなと思ってめっちゃカットしました。それもともと逆さまにしてあの天地逆みたいな設定がある。いや特に何も設定してないです。自動で変わる、はい、自動で多分天地逆になってます。でもなんかそんな人はいないんでしょうけど、はい、あそれをロックすればいいんじゃない、逆さまに撮りたい人ロックあるんじゃないですかね。ん回ってるってことですか、頭は。いや多分そのまま単純に中のセンサーで逆になってるだけ、はい、映像処理として自転車とかで最後のちょっと自転車とかで乗ってるアングルでもこれアリコンちょっと安定してる、うん、そうっすよね。自転車よりなんか体の方だとブレませんから、うん確かに。なんかジンバル自転車側につけて GoPro とかつけるよりかはこっちの方が安定的に、うんうん、これ振動どうなんですか、ね、壊れないですか、ね、振動は大丈夫だろうけど揺れは吸収しなそうだけどね。そうっすね、上下はさすがに普通の、あのこれあのドリキンさんやってたあのビョンビョンするジンバル、あの初代の頃の純正人の機能にあったやつあれ誰も追わなかったけど、さすがにあれっきりあれっきり出てこなかったから多分違うなと思ったんでしょうねきっとやってみたもん、ね、あれ松崎さん買ったね。あそうなの。そう、あ松崎さんは買いましたね確か。これをそうあのケースにあの水平方向のなんか揺れをなくす、まあ、これがそのうちだからあれじゃないですか、アクション5 Pro に変わるかどうか問題。でもそれジンバルに強いよね。買うの？いや性能次第じゃないですか。それ疑問じゃない。とりあえずみんな買ってから考えると思う。買ってから考える。買ってから考える。次も出るんじゃないですか。いい加減。そんなことない。これ2年くらいかかる。そう、だからもう1年は反対だ。去年出たんですか？そう、去年出たしね。去年のしかも11月くらい。はい、結構遅かったと思います。カラバリが出るとか、あと1年ちょっとは大丈夫、うん、だけどていうかこれやっぱ人気だから相当、うん、リュウさんも買ったんでしたっけ、リュウさん持ってたんでしたっけ、っていうかみんな持ってるよね、逆に持ってない人の方が少ないんじゃない、もうなんか、あ持ってない人いたケンタさんジンジャーエールいただいていいですか。はいはい、はい、FPV でジンジャーエールと言います。辛い方いただきます。データはもう保管してないです。え最終成果物も保管しないと、はい、全部 YouTube に上がってるやつが YouTube で保存YouTube で保存アーカイブの昔のデータをどうやって断捨離すればいいか分かんなくなっちゃって、いやだからもう動画はあのよっぽどなことがない限りは僕はもうためないです。完パケしたら YouTube に上げてでもう完成品も全部プロジェクトのデータもバックアップして残してるんですよ。ああもうプロジェクトデータも一定期間過ぎたら僕消しててます。あでももう60テラぐらい溜め込んじゃって。60テラはすごいっすね全部それどこに溜めてるんですか。家ですか。実家の方とあと東京の家に、はい、あのナスで、クラウドじゃないですか。やばいですよ。それこそ僕一時期60テラくらいクラウドで使ってた時期ありました。あ、その個人じゃないですよ。あ、そ個人で仕事で。まあまあですよね。仕事だったらいいですけど、個人だったらバルさんだったら個人で使えそうで持ってました、ね。でも60テラでしょ。60テラクラウドだったら AWS とかだったら月30万くらい飛んできますね。で東京の家のやつはあの。1000ギガのやつ使えるようにしたりとかちょっと改造もしたので、まあまあ金かかってます。ケンタの次回は山これどうですか。この装備で山どうですか。いやーあー逆さまね。あ賢い。あ俺の腹に当たりそうね。逆に安定します。あそう。マルさんありがとう。またね。またね。使われるな。
Yeah, start to clap. And I start to clap, 'cause I'm feeling good.